いや、これは名勝負やったからな。すごかったよ、盛り上がりが。本当ですか？うん、これ必死でしたね。これ1回戦やったんや。これ1回戦ですね。はい、うわわわわわわ、顔打ったでしょ今。顔顔絶対打ったでしょ今の。てかさ、この時足首怪我してたとかじゃなかった？あ、そうですね、僕足首怪我してこの大会だけ出たんですよ、今シーズン。あ、それでや、で気合入ってたもんね。こっちもスイッチャーか。おお大丈夫、2人とも人形みたいにこけてるけど。これも確かまさきが、はい、キャブテールを初めて打ったんよ。あ、そうだったんですね。うん、もう人生で、はいはいはい。だからこの時さ、言ったらキャブテールとかスイッチバックテールって結構できる人限られてたやんか。あ、そうですね。この時はね、まだ5年ぐらい前やから。これ2回戦。2回戦ユキ、カイトですね。カイトか。あ、へえ。結構このレベルになるとさ、はい、みんなもう攻め始めてきて、はい、こけ方ひどいね。この時でもバックサイドの1080がスタンダードになった年ぐらいだったもんね。もう全然もう普通だなっていう。これは亮です。おー、相澤？相澤亮、グローブ大きいな。へバックサイドだけじゃないんだという。そういうことですね。まあ、これ3本中2本なんで。うんうんうん、ファイナルセットね、はい、2本の合計やね。合計ですね。同じ技あかんもんね。そうですね、ダメですね。これ3回戦ヤヒロですね、脇ヤヒロ。これ見る限りだいぶ雪緩いね、もう。まず4月やもんな。そうでしたっけ。3月の終わりか4月の初めぐらいからいつもアデって。あ、ちょっと確かにリップは緩い。うん、リップ緩い。おっ、おー、バック転。バック転ですね。あー、でもバック転でもこれぐらいスタイルと立ち方良かったらやっぱり点出ちゃうね。出ちゃいますね。たつき？いや、これは高弘さんですね。あ、石田高弘。あ、ここまで残ったんか。はい、準決勝は60点ぐらいで。おお、おお、スイッチバック点。スイッチバック点。ちょっと斜め45度ぐらいの方に。ちょっとリップが緩かったんです、ね。そうやね。まあちょっと高弘さ、海外では強いやエッジ使うから。そうっすね、日本にあるとやっぱりちょっとこうエッジが食っちゃって横に飛んじゃう。と、勇気？うまっ。飛びすぎでしょ。弾道はちょっと。この時代にキャブテールブあんな完成度で売ってんのって勇気か。タケルとかぐらい。これは？これ2回戦のタツキ？はい。ああ、二本目か。これ点数出ないんでしたっけ？これ点数は出てるんですけど、出てますね。カットしちゃいましたか？カットしちゃいました。なんだ、すっごい長かったんで点数が。なるほど。はい。それに対してキャブテールブを。おお、完璧です。やばっ、すごい完成度高いやん。完璧でしたね。人生初のキャブテール。スイッチが。ああ、スイッチバック。スイッチバックテールですね。テールブ。でもここらへんになるとあれやね、ライダーの差がちょっと出てくるというか。そう、カイトも上手やけど、はい、そのなんか安定感、はい、立ち方みたいなところでやっぱり一流のライダーとさ、オリンピックとかに出てるライダーとさ、あー、そうじゃないライダーのこう変わってくるね。これはリョウ？じゃあリョウですね。リョウか。バック転、先ほど打てまさかこの時にリョウがね、将来 X ゲームついてるようになるとは誰も思ってなかった。硬いね。得意のバック転とフロント転で。ヤヒロだ。ヤヒさん。ラップ、ラップで出たね、この間。出てましたね。準決勝では。おー！いいバックテールブ。立ち方がね、悪くないよね。ぴったり。今の立ち方は。
ダークホースやな。あのグローブビニール手袋じゃないの。ユリですね。ユリ。ね、ピョンチャンの五輪で活躍してた。おお！これはあれ？ヤヒロ対ユリ。ヤヒロ対ユリです。ヤヒロも相手が悪かったな。ジャッジミーター今 MC やったーって言うやったーって MC が言う大会とかある？感情入ってますね。感情入ってるね。あっ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 、フロントのトリプルコーク、トリプルコーク12です、ね、縦軸かなり強めの あれ2からいったからかなり衝撃強いと思うけどね。あの技やる日本人おらへんもんね、他に。そうっすね、うん、この数年後に彼はメイクすることになろうと誰もこの時は知る由もない。すごいな勇気、それに対して勇気っすね。おおキャブ5ぐらいの感じ。俺も取れました、キャブ5だもん今のね、立ち方。人よりさ、はい、高さが一人一人違う、はい、3本目始めました。立ち方もやっぱこうオーラも違うというか。さあスイッチエントリー、たつきがあー惜しい惜しい、もう力つきました。そうやと思う、足首痛かったんじゃないのあれで。めっちゃなんで打ったの、あんな足首痛そうやったのに。もうあれする攻めるしかないと思う。一番足首に悪そうな技やです、一番トゥエルブとか。おお、これはいい勝負やな。なんかこう、あれやな、時代の変わり目を感じる戦いだね、これは。そうですね、愛だね。愛ですね。愛し合って距離近かったね。今このコロナの中でやったら大問題になりそうなぐらいの距離感やったね。さあナイスエルブ、初メイク、カイトですね。やばいね、浜田カイト。あー、ジングシカイトか。あ、カイト、浜田は浜田いないですね。いなかったんか、あの時まだセルブでしょ、置いた。カイトでも今の上手かったのに飛びすぎたかな。2ぶっ刺してましたね。2対1の量か。量はもう決まってるもんだから。バックテールブトリプル打ったらめっちゃかっこいい。うわっ、トリプル打ってみたね。この時トリプル見れるだけでちょっとテンション上がる時代やったからさ。そうっす、なかなか珍しい、うん、トリプルとか実際見たことありますっていうないないぐらいの感じでした。そうっすね、今ではスタンダードですけど。今ではスタンダードやけどね。まあでも日本の大会で見れるってないっすね、まあ、なかなか日本の大会で打てるような台がないもんね。そうっすね、うん、最近言ったアルツバンダイの雅パークの撮影会とかさ、はい、今やったアッピとか、はい、まあ、47でも最近ねちょこちょこは見るけど、はい、おー、ヤヒーさん、ヤヒーさん先ほどバックテールブだった、はい、有利と当たってるんで攻めるしかないって。あー、そりゃオリンピアンと当たったらな、攻めるしかないよね。攻めるしかないっすね、とりあえずやってみるみたいな。おー、バック40、バックサイド1440。そうっすね、すごいな。結構みんながレベルアップした、してる。なんかこう壁を越えたようなね。そういう感じですね。うん、大会だったなと思う。これはだからあれ ?1 回戦。これ1回戦ですね。ファイナル1回戦で。なるほどなるほど、はい。これはあれなんですよ。ちょうど、高弘さんが今滑ってるんですよ。ははははは。出てきました。あかんやろ、今のも。いや、もう何が なかったんですよ。何があかんって。なんか映してもないし、しかも白飛びもしてたし、全部わかんやん今のな。立ったのこれは、ほんで。わかんないんですけど。わからへんのか。でも点数を見たんすよ、うん、最後の点数見たら、うんうん、多分こけちゃってました。こけてるねそれは。それに対して勇気がバックサイドの、ね、おすごいな、飛距離も高さもスタイルもやっぱりこの時は飛び抜けてるね。この2人仲いいからね、普段から。ああ、そうですね、ペーさんペーさんペーさんとか言って。なんでね、石田貴弘がペーさんになったかは誰も知りようしもないけど。確かにペーさんペーさんっていう嫌な感じもね。なるほど。でこれ勝ち上がったのが誰なの。これ勝ち上がったのが、うん、まさき、うん、脇田まさき、大久保優里、
相沢亮、カズノユウキ、もう今のトップスターたちなんか、トップスターですなあ、完全なる X ゲーマー、オリンピアンたちばっかりや、もうそうですね、うん、そこでちょっと間違って脇田正樹が入っちゃったっていうで、まさきの本当にあのスロープスタイラーとしてのピークはここやったから確実に言える。こういうのはいいよね、なんかこうみんなライダーとかさ、ね、運営とかさ、まあ、いろんな人が集まってあえてやってるような大会がね、今の最近のプロ戦とかにあんまりないような感じで、そうですね、うん、海外っぽいくらい、海外っぽいみんな集まってきてイエーイみたいな感じが、はいはいはい、これはなんか海外っぽくていいなと思う。なるほど、はい、ファイナルは以上となります、はい、ファイナル1回戦は以上、以上となります。で次がビッグファイナル、ビッグファイナル、もうスーパーファイナルってことで、スーパーファイナルだ、はい、次行うんで、でこの勝ち上がった4人であの最後戦うっていう3本中の2本の勝負になるってこと。そうですね、ちゃうわ、3本中の1本やったっけ、3本中1本のベストトリック、だからもうとにかく激しい技しろっていう、そうですね、今考えたらめっちゃおもろいなそれ限界を超えろ、超えろ、まあ、すでにここでだいぶ超えてるけどさ、みんな、そうか、そういう感じだったわ、はい、1回戦とかじゃなかったもんね、そうですね、ファイナルっていうので、はい、8人から当たって4人になって、はい、スーパーファイナルっていうのやった、はい、なるほどな、いやこれは面白いね、そうですね、うーん、なんかね、すごいこう時代が変わった感あるな、このありますね、今ではこんななかなかない、キャブテールブしてなんかね、うわーってなってるやん、みんな、はい、キャブテールブやった、はい、今やったらなんか、うん、みたいな感じあ、世の中でも、うん、キャブテールブよく何かやってるみたいな、うん、あの子、プロみたいな感じのトリック、まあプロやけど、それぐらいのトリックになってきてるけど、そうですね、うん、じゃあ、はい、今回がファイナルということで、はい、次回はスーパーファイナルですか、で最高です、はい、ありがとうございます、また来週を、はい、お楽しみに、お楽しみに、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。